で、まあ、以上のことから HDL の目標とする除去特性は、ベータスマイクログミン除去率でいくと 80% 以上、まあ、これができるということですね。でただし、まあ、そのここに至る過程も問題でありまして、実はここに至る過程が同じなら時間は長い方が体の中のベータ線はきれいに取れています。まあ、ただ、まあ、4時間とか5時間でも 80% というふうに今しています。でこれは補正しない値です。でそれからアルファ1マイクログロビン、優秀3万3000の除去率を 30%。これはあの血液濃縮の影響を補正しています。で最近は、まあ、あのかなりいい膜が出てきましたので、これをもう少し上げて 40% にすることができます。でなんでここに制限があるかというと、それは、宮先生の話にもありましたように、アルビン素質が大きくなってしまうからです。そこで、まあ、あの栄養学的にかあの変化がなかった、2から4グラムぐらいのところを、まあ、一応スタンダードにおいて、この範囲内で、まあ、こういったことを達成するというのを目標にしています。はい、次お願いします。でこれが、まあ、現在よくやられているスタンダードなオンライン HDF の条件です。まあ、使う膜は PS1.9、PAN22TX というのが多くて、で極希釈モードでやる場合は血流250から300で、ろ過速度が80から90、大体20リッター程度ですね。そういう値になります、4時間で。それからもう一つ最近、まあ、あのやられてきているのが APS180 膜という、もう少し、穴が大きい膜ですけど、これを全希釈で使いまして、250から350ミリリッターパーメントという非常に高いろ過速度をとると、まあ、こちらよりももっといい除去特性があります。はい、次お願いします。で、まあ、HDF 療法の適用なんですが、まあ、これは対症療法としての側面と予防的治療という面があります。で対症療法というのは、まあ、症状がある人に使うということで、まあ、原則としては2型血液浄化器を使用しても改善しない方ということになると思います。それから、まあ、追加していいんじゃないかというのがエリスボチン合成の人生貧血、それから栄養障害、まあ、こういったものも、まあ、期待されている対症療法です。それから予防的治療としては、これはアミロイドの予防とか、異化更新病とか、栄養障害の進行を抑制するということで、まあ、長期透析患者とか若年者、それから社会復帰患者が QOL を損なわないようにするというようなことで、まあ、こういった方も予防的に入れていっていいんじゃないかというふうに考えています。はい、次お願いします。で、まあ、HDF 療法普及における問題点と解決法ですが、別に HDF はどういうやり方でもいいと思います。別にオンラインであろうが何だろうが構わないと思うんですが、実際上は操作性とか置換液量の絶対的な不足、これは、まあ、操作性が面倒だから置換液量が少ないということなんですけど、それからあと国家的には経済的な理由がありまして、適用に制限をつけざるを得ない、つまり対症療法としての側面しか持たせようがないという面がありますので、まあ、ここら辺を、まあ、オンライン HDF システムによってクリアして、いけばいいんじゃないかと、適用拡大が図れるんじゃないかということです。ただし、まあ、問題点もいろいろあります。水質管理徹底のための制度の整備ということで、まあ、一番最初のスライドで見ましたように、管理基準、設備基準、それから事故の責任の明記といったようなことを明らかにしていく必要があると思います。それから、一番大きいと思うのは、やはり歴史が短いことに基づく信頼性の低さじゃないかと思います。だからこれもきっちり今後データを積み重ねていって、多くの人に説得力があるようなものにしていかなければいけないと思います。でまあ、残念なのは、オンライン HDF でもプッシュアンドプル HDF でも、通常の HDF ではちょっと病院の負担は大きくなりますから、経済的なインセンティブが働かない。だから、まあ、ここはなんとか、まあ、今後できればなというふうに思っています。であとメーカーさんにも HDF 療法に向いたハードというものを作っていっていただく必要があると思います。はい、以上です。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。